ャンプの挑戦者のプロフィールここでご紹介しましょう。まずはチャンピオンです、ローラン・ブードゥエンです。ホームタウンはフランス・サランシュ、31歳です。88年ソウルオリンピックウェルター級で銀メダルを獲得、翌年プロデビューし92年にヨーロッパジュニアミドル級タイトルを獲得、そして96年アルゼンチンのフリオ・セサール・バスケスを5ラウンド見事に KO し WBA 世界ジュニアミドル級タイトルを取りました。今回が2度目の防衛戦となります。成績は38戦36勝2敗、36勝のうち31の KO 勝ちがあります。一方挑戦者はギジェルモ・ジョーンズです。ホームタウンはパナマのコロン、25歳です。93年にプロデビュー、94年に中米カリブウェルター級タイトル、95年7月にパナマウェルター級タイトル、その1ヶ月後にはラテンアメリカウェルター級タイトル、96年にはラテンアメリカジュニアミドル級タイトルを獲得。今回が初の世界戦ということでパナマボクシング界の期待がかかります。戦績は23戦22勝1敗、22勝のうち19の KO 勝ちがあります。はい、ということで、今日は、両者とも強打のファイター対決となります。そして安江さん、挑戦者のジョーンズは193センチ、ね、チャンピオンと10センチも下がりますよ ね、 ありますね、はい、これ小泉さん、このクラスではジュニアミドルではどうなんですか、この身長というのは。抜群に背が高いですね。チャンピオンも183センチ、6フィートあるんですよね、はいはい、それよりその4インチ、10センチ背が高いんですから ね、 ねこれはどんな戦いっぷりになるんでしょうか。浜田さん、はい、この試合どうでしょうね、どの辺に注目されますか。タイトル取った時のチャンピオンのボクシングはまだ見れてないと思うんですね。ここら辺りで、豪快なところを見たいところですね。そして小泉さん、チャンピオンはですね、初防衛戦と今回の間に一つノンタイトル戦入れてるんですね。はい、それからしますと2ヶ月しかインターバル空いてないんですか。それはどう見ますか。まあ、それは調整試合だったんですけど、まあ、ちょっとこれ、まあ、欺瞞的って言いますかね、そのトラブルがあったんですね、はい、10回戦で予定してたんですけれど、その8回戦で、その8回目でですね、もう続行できなくなって、そこで負傷判定取ったんですね。そういうことだったんですか。それもブーダーによりのその負傷判定の取り方したんですね。なるほど。さあ今回が本番ということになりますが、どういう戦いでしょうか。ローラン・ブードゥエン対ジェルモ・ジョーンズ。はい、この試合は放送時間の関係上ハイライトでご覧いただきます。2月13日アメリカニューメキシコ州アルバカーキにありますニューメキシコ州立大学アリーナで行われた試合です。この試合はご覧のようなルールにのっとって行われます。統一ルールということになりますが、小泉さんの方からちょっと紹介していただけますか。そうですね、スタンディングカウントありません。スリーナックダウンルール適用なし、はい、それでレフリーだけが試合をストップできる。そしてラストラウンドもですね、ダウンがあった場合はカウント続行ですね、軽くステップ、ジャンプを見せています。ローラン・ブードゥアにステップを切っています。フランスの選手です。まあ、いろいろ数え方があると思いますが、フランスのボクシング界、25人目の世界チャンピオンということになります。Courtesy of Don King Productions and St. Ides. This bout coming away, we present the first of our world title attractions. It is sanctioned by the World Boxing Association. The president, Gilberto Mendoza, supervisor in attendance, Lopez Silvero. This is along with the New Mexico State Athletic Commission. At this time, we present our judges scoring this bout from ringside.Jesus Cova, Nefi Quintana, and Bernie Soto. Now presenting a referee in charge of this bout, he'll be giving instructions after the introductions, Al Martinez. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for
for the WBA Junior Middleweight Championship of the World. I introduce to you first the challenger. On my left, fighting out of the blue corner, wearing the colors of Panama, white trunks with red and blue trim, and joining us from Colon, Panama. He weighed in at 153 pounds with a fine record of 22 wins, one loss. He has 19 big wins coming by way of knockout. Here is tonight's challenger, ranked the WBA number one junior middleweight contender, introducing Guillermo El Felino Jones. 193 cmの挑戦者です。Guillermo Jones.His opponent across the ring is the defending champion. On my right, fighting out of the red corner, entering the ring in the colors of France, blue and white trunks with red trim, fighting out of Grenoble by way of Sallanche, France. His weight 153 and one quarter pounds. His outstanding record includes 36 wins, two losses, 31 wins coming by way of knockout. And tonight, ladies and gentlemen, he is making the second defense of his title, introducing the WBA Junior Middleweight Champion of the World, Laurent Boudouani. この試合が2度目の防衛戦になります。チャンピオン、ローラン・ブードゥアニ。この試合のレフリーはアル・マルチネスです。ニューメキシコ州アルバカーキ、アルバカーキ州立大学のアリーナで行われます。この試合。両者が顔を合わせました。さあ直前の浜田さん、ワンポイントだけ改めて。挑戦者のジョーンズのリーチが相当長いですね。はい、長いストレートを上から打ち落とせれば面白いと思いますね。ジョーンズは194センチあります。193センチの長身、そして194センチのリーチ。この大きな武器を持ちましてどうやって戦っていきますか。ギジェルモ・ジョーンズ、両者が両コーナーに分かれました。先ほども言いましたローラン・ブードゥアニ、フランスのチャンピオンはフランスのボクシング史、まあ、全部ひっくるめまして25人目の世界チャンピオンであります。そしてフランス人としてこのバンタムのアルフォンソ・アリミ以来40年ぶりにアメリカで防衛を果たしたフランス人世界王者です。いろいろな意味でこのフランス人チャンピオン注目を集めています。そのアリミっていうのはですね、まあ、今の米倉ジムの米倉会長ですね、はい、まあ、米倉その健二さんがですね、ホセ・ベセラと戦ったんですね、まあ、そのベセラはアリミからタイトル取ったんですね。黒のトランクス、紺のトランクスが今背中を見せています。チャンピオンのローラン・ブードゥアニ、そして長身白のトランクスがギジェルモ・ジョーンズです。いや、浜田さん、見た感じも全然やっぱり身長がね、身長差がありますね。身長差やっぱり距離が違いますね。長いリーチを伸ばしていきますが中に入ります。チャンピオンブードゥアニ、このチャンピオンの方も先ほども言いましたけど183センチあるんですね、ジュニアミドル級では決して小さい方じゃないですね、はい、ちょっと柔軟さには欠けるんではないかというチャンピオンなんですが、右カウンターのタイミング抜群であります。あのボディーワークはあまり使わないんですね、はい、上半身をくにゃくにゃ動かしはしないんですけれど、ただパンチ合わせるタイミングはいいんですよね、身長差を生かして何か覆いかぶさってくるような感じの挑戦者ジョーンズです。右の打ち下ろし見せることができるか。長いリーチを伸ばします。ただこの挑戦者には弱点があるんですね。ちょっと打たれ弱さっていうのを一度暴露したんですね。あー、イジェルモ・ジョーンズは25歳であります。1敗だけしています。 KO 率今計算します 83% という挑戦者のジョーンズ。一方のブードゥアニも 82% の KO 率を誇ります。チャンピオンはあまり手を出しません。第1ラウンド距離が違うんでなかなか出ないんですね。ブードゥアニはパンチこの距離だとなかなか合わないはずですからね、はい、距離を詰めた瞬間に打たないといかんでしょうね。はい、まあ、詰めるためにはもう少し体の動きをスムーズに小刻みに動いた方がいいんですけどね。ゆっくりしたリズムからはなかなか入れないと思いますよ。追い出されてしまいます。本当に長いリーチです。右を打ってきました。これは届きません。
まあ、あと入ったからって懐に入ったからって、はい、のんびりしてたらまた打たれますからね。確かにそうですね。入った瞬間打てないといかんでしょう ね。第1ラウンド距離を計測しているのか左を持っていきました。これの中に入りますが再び距離を取られます。この挑戦者のジョーンズはですね、接近するとその長い腕を折りたたんでアッパー攻撃があるんですね、左アッパー右アッパー両方打てますね。右ラッパーを打ってきましたがこれは当たりません。チャンピオンです。まもなく第1ラウンド終了です。これが2度目の防衛戦のチャンピオン。初防衛戦が3月の29日でした。これは昨年の話です。そして一つノンタイトル戦を入れてこの試合ということになりますが第1ラウンド終了です。まずポイントは10対9挑戦者のジョーンズですね、はい、まずあの第1ラウンド目終わりまして採点基準あの手短に申し上げたいと思います。まず有効なクリーンヒット、あロベルト・デュランですね。反省してますね、はい。まあ、有効なクリーンヒットが第1ですね。その次はですね構成、はい、そして防御技術、そしてペース支配ですね。リングジェネラルシップと呼ぶんですけど、ダウンが1度あるときは10対8、同じラウンドにダウンが2度あるとですね10対7つけますね、はいはい。第1ラウンドが終わりました。 WBA 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、舞台はニューメキシコ州のアルバカーキ、そこにありますアルバカーキ州立大学のアリーナで行われています。当然これは小泉さん、先ほどのロベルト・デュランはジョーンズの応援というか気になるということなんでしょうね。見に来たということは、それと同国人ですからね、それはあるんじゃないですか。パナマが生み出した英雄ロベルト・デュランが観戦に来ています。左を打ちました。第2ラウンドに入っています。右を打っていきます。お左を取ります。右のフォローしてきました。浜田さん、はい、あまりその回数は頻繁ではないような気がしますが、ジョーンズの左というのはかなりうるさそうですね、やっぱり。どっちかというと押し出すような左ですね、これを今邪魔になってるからブードワにどんどん下がりパヒですけどね、はい、これを押し出すんじゃなくて打つような形だともっといい感じになると思いますよ。あ193の長身から繰り出していきます。まあ、挑戦者のジョーンズはこれだけの上手はあるんですけど、はい、攻撃型のボクサーですね。攻撃型ですか、はい、ははは。自分から距離を取ろうというんじゃなくて相手をどんどん押し出して、突き放して、距離を取ろうという感じですね、前に出るボクサーですね。前に出ている、はい、非常に長身で懐が深いこの前に出る強打のボクサーギジェルモ・ジョーンズ。 83% の KO 率。今この第2ラウンドに入ってもチャンピオンどうでしょう、まだ距離がしっかりとつかめない感じなんですか。距離が懐が深いんで、だからこの一発目が当たればいいんですけどね、右から左を返します。当たらないでしょうね、今は当たりましたがその後さあ攻め込んでいきます。そのために今パンチの一発のスピードも大切ですけど、はい、体早めに動かさんといかんでしょうね。右はかわします。見守っていません、まあ、でもやっぱり相手がジョーンズが距離が長いということでブードワニの方も普段よりは早めに動いてますよね。あ体早く動かさないと入っていけないでしょう。フランスが生みました25人目のチャンピオンローラン・ブードワニ、クリオセサール・バスケスを5ラウンドノックアウトで下しまして一気にフランスのエースとなりました。正統派でありますローラン・ブードワニ、ほとんどがフランス国内で試合を行ってきましたが初防衛戦はネバダで行いました。ラスベガスです。チャンピオンベルトを獲得したのがフランス、その後ノンタイトルニュージャージーアトランティックシティでこなしました。そして初防衛戦がやはりアメリカのラスベガス、そしてその後38戦目というのがフランスでノンタイトル戦を行ってこのアメリカでのタイトルマッチになっています。第2ラウンドを終えました。まあ、このラウンドも挑戦者のジョーンズの構成を取りたいですね。そうですか。ただチャンピオンとしてはですね、はい、そのジョーンズの欠点というのはその打たれ弱さとスタミナに不安があることなんですね、これまで早いラウンドでその KO してますから、だから試合をできるだけ後半へ持ち込もうと、はい、だから前半ですね無理に打ち合わないで相手のパンチをそのいなすように動いてそれでパンチ避けてるんですね。挑戦者ジェルモ・ジョーンズです。これが世界初挑戦ということになります。
まあ、今日、はい、去年の9月ですね、ベネズエラであの中南米のタイトルマッチがですね、6つばかりありまして、メイベントがセルメニョと、チェオロハスだったんですね、はい、その時私ガンボア小泉に連れてその行ったんですけど、その時の最後の試合がこのギジェルモ・ジョーンズだったんですよ。あ、はい、番狂わせでダビド・ノエルにその2ラウンドを気を負けしたんですけど ねそれが唯一の1敗ですね。ということは間近で見ていますが、この身長の高さというのはもう感じ取ってるわけですね。ジョーさん、小泉さん、小泉さん、どうぞ。ジュニアミドル級ではやはりこれは大きいなという感じしましたね。ただその分やはり細いですよね。あ、確かにそれは言えるかもしれませんね。ウエイトは153パウンドです。ですからリミットいっぱいまで来てないんですよね。そうですね、このクラスジュニアミドルのリミットは154パウンドです。 69.8キロ。左を出します。追っていきます。詰めました。距離を詰めます。まあ、キャリアの前半はですねウェルター級でやってたんですね、はい、でジュニアミドル級約あの 69.85 キロですから約70キロのクラスですね、はい、このクラス上がってきたわけです。ウェルターで193ということはそれこそ脅威になりますね。そうですね、追いかけ回す格好になりました。ジョーンズ、ただですねちょっとまだボクシングが出来上がってない感じがするのはですね、ジャブはついてるんですけど行くスピードと変えるスピードがちょっとちぐはぐなんですね。スナップが効いてないんですよ、だからあそこ狙われると右のクロスが当たりますね、はい、左を出していきます。身長差は10センチあります。浜田さんは、はい、あの長身の相手と当たった時はどういう作戦をまず取ります。まあ、右クロス。ああ、いや、来ましたよ。さあ、追い打ちをかけます。右は当たっていません。さあ、右のストレート。左から右、左は当たります。右はその後ヒットしません。今聞きましたよ。距離を取ります。挑戦者ジョーンズ。今はいい感じで上から打ち落とされました ね右これもかわしました、まあ、チャンピオンのブードは、ね、相手が大きいからって、左のジャブが当たらないと思わないでですね、出してればいろんな距離感がつかめるんですよ、だからその距離を測りながら、そして、相手のボディフローに食いついていくという方法からいけばまだやりやすいと思うんですけど、今相当プレッシャーかけられっぱなしなんで、そうですね、左足から突き上げます。チャンピオンジョーンズが今追い出した格好になったんですが、また詰められてきます。インサイドから一発入れます。距離を詰めてきました。挑戦者が詰めていきます。ジョーンズ第3ラウンド終了です。湧き上がります。アルバカーキー州立大学アリーナです。まあ、このラウンドも文句ないでしょう。挑戦者ジョーンズのラウンドですね。まあ、有効なクレジットは圧倒的に多かったですね。ぐらつかせましたね、はい、こちらがチャンピオンブードゥアニのコーナーです。ブードゥアニはプロフィールでもありました、ソウルオリンピックのウェルター級で銀メダルを獲得しています。まあ、決勝で敗れたのがですね、その相手がそのロバート・ワンギラですね、はい、まあ、その後ですねワンギラはそのトップランクアメリカ そのプロモーションにスカウトされたんですけれど、プロでは対戦しませんでしたよね。この銀メダリストのブードゥアニの方が世界チャンピオンになりましたよね。どちらかというと、おっと、このソウル銀メダリストの方が有名な選手かなりいますよね。まあ、マイケル・カーバハルみたいなその例もありますけどね、はい、リリック・ボーもそうですしね。そうですね、あとロイ・ジョーンズもそうですかね、はい、銀メダリストが目立ちます。まあ、だからどこで実力が発揮できるかというところですよね。確かにそうですね、アマチュアオリンピック一つの通過点というのと、金メダル取ってそれが最終点というふうに目標を設定するかの違いでしょうね。それとアマチュアとプロボクシングとの違いもありましょう。左落としていきます。ジョーンズがいい形になってきました。相当ジョーンズの左が邪魔になってますね。警戒します。なかなか思うように懐に飛び込んでいきません。この試合の序盤2ラウンドあたりでしたが、飛び込んでいった左が当たったシーンがあったんですが、まあ、いきなり上に行ってるんですね、このボディブローに食いつくとまだ顔面よりは食いつきやすいですよ。左を返します。右を返した。当たりません。チャンピオンミルクロスまた入っていきます。バランスを崩します。挑戦者
今度はチャンピオンが追いかけます。今は強引に行ってますけどね、まあ、チャンピオンも一発のパンチありますね、はい、お互いに譲らない KO パーセンテージ 82% と 83%。 さあ左をまた出してきます。やはり今 お互いに左のリードブローが出たんですが、同時に出ますと長さの違いよく分かります。左飛び込みました。まあ、でもあのチャンピオンそれでいいんですよ、はい、あの長さの違いがあって一回出していればいろんな組み立てが組み立てやすいんですね、出さないでいきなり左フックから飛び込んでいってますよね、左側は右の結構大きいパンチはタイミングさえ、相手が呼んでしまうと避けやすいんですよね、はい、あと30秒切りました。第4ラウンドです。いやだんだんタイミング読んできましたか、チャンピオンは。その通りですね。そのあのジャブの出る角度、そのタイミングちょっと合ってきましたね。そうですね、ジャブ出した時に入ってきますね、はい、それと距離が詰まってきていますよね。そこで自分の左も当たるはずなんですね、あ、ここでゴングです。第4ラウンド、だいぶ動きが見られました。このラウンドは逆に文句なし、チャンピオンのブドゥアニのラウンドですね、はい、まあ、このブドゥアニというのはですね、フランスのボクシング界のエースですよね、今ですね、このアカリエプロモーターはですね、6人世界チャンピオンを抱えてるんですね、はい、これブドゥアニですね、今画面出てますけれど、それかアイコーティ、はい、それから日本から移籍したそのオルズベック・ナザロフ、それから WBC のジュニアウェルター級チャンピオンのカリドライブですね、はい、WBC のクルーザーのチャンピオンファブリス・ティオゾ、はい、それからアルゼンチンのマルセル・ドミンゲスも支配下の選手、合計6名なんですよね、とかフランスで一番人気があるのはこのブドゥアニなんです。それなのにアメリカでスターにしようとしてですね、アメリカでの防衛戦をその組んでいってるんですね。ということは小泉さん、やっぱりアメリカが主戦場という捉え方をしてるんでしょうかね。まあ、そのブドゥアニの実力にそのアカリエプロモーター自信があるんでしょうね。それとやはりこのアメリカでは大金が稼げるということになるんでしょうね。そうなんですね。いい感じになってきました。チャンピオンです、ジョニー・タピア、ブドゥアニですね、チャンピオンの。失礼しました、チャンピオンローラン・ブドゥアニです。まあ、左のリードが出るようになるといろんな組み立てできますからね。それと距離が詰まってきたということも言えるわけですよね、まあ、1回2回はチャンピオンがですね、あの手出さないんでブドゥアニブーイングが起きてたんですけど、もう 3回から4回からですね、急にあの攻勢に転じましたね。この回はチャンピオンの方リード出てますね、左の。そうですね、まあ、逆の挑戦者のジョーンズはチャンピオンのブートアンの左が当たらない距離まで、突き放すといいんですけどね、はい、パナマの挑戦者ギジェルモ・ジョーンズ193センチ、まあ、この長身ですからバスケットも得意だそうです。バスケットボール、そうですね、バスケットボールやってたらしいですけどね、まあ、しかしこのプロボクシングでもここまで来ました、世界初挑戦のところです、まあ、しかしこれを取ると取らないと取れば浜田さん、だいぶこの先が違うわけですからね。いや本当に、ボクシングだけは天国と地獄がはっきり出ますからね。ここまでは来てもこの後突き抜けるかどうかが肝心です。要するに世界の1位も世界の10位も一つの世界ランカーなんですね。見返しました。世界一位と世界チャンピオンというのは格差、段の違いは出ますね。出ますよね。今ガクッという動きを見せましたジョーンズ挑戦者。ブートランだんだんパンチ入ってきましたね。その前にボディ打ってるともっと顔面に打ちやすいですよ、はい、プレッシャーをかけますジョーンズ。いずれも入っていません。インサイドから左打ち込んでいきますチャンピオン。
チャンピオンのパンチの方が生きてますね、はい、スピードがあってですね、そのウェイトが乗ってますね。逆にこのジョーンズの方は中南米ではもう怪物扱いされてるんですけれど、スピードがありそうでないんですよ。よく見てください。結構そのパンチ出してるんですけど、パンチ自身それほどスピードないんですよ。そうですね、右を打ち下ろしていきます。そうですか、中南米の怪物ですかと右は右打ち上げるような格好になります。まあ、これだけの身長差あっても右アッパー当たるようになるというのは調子が出てきたということですね。第5ラウンド終了です。このラウンドもチャンピオンブルワニーですね、いいパンチ入れてましたね。大きく息を吐き出しました。ギジェルモ・ジョーンズ、挑戦者のジョーンズちょっとバテましたね。かもしれませんね。中南米を出てこれが初めての試合ということになります。まあ、中南米と申しましたけれども、3試合ベネズエラで戦っています。あとは地元のパナマです。初めてのアメリカでの試合、ギジェルモ・ジョーンズ、まあ、1回2回の KO が圧倒的に多いですよね。まあ、相手選んでるせいもあるんだと思うんですけれど、でも当然ですね、フランスがチャンピオン側はその長丁場の試合を持っていって後半になったら仕留められるという考えあるんだと思いますね。さあ第6ラウンドです。舞台はニューメキシコ州のアルバカーキです。大学のアリーナで行われています。綺麗な夜景が広がっていました。今日は中秋の満月、中秋じゃないです、満月のようです。左を出します。ブロックします。チャンピオン、このジョーンズがノックアウトされた試合は面白かったんですよ、そのまあ、去年の9月最後の試合だったんですけど、その一つ前がですね、お互いスイッチの試合だったんですよ、はい、それでですね、そのやはり相手のダビド・ノエル舐めてたのかですね、このジョーンズがスイッチしたんですよ、そこに右のスイング一発でノックアウトされたんですね。やらなくてもいいスイングを、あのスイッチをやって、ゲイン見せたかったんでしょうねそれがただ一つの黒星です。いっぱい起きしています。ところがですね、そのダビド・ノエルと再戦してすぐ中南米タイトル取り返したわけです、それでまた世界1位に戻ってきたんですね。まあ、このラウンドもチャンピオンいいですね。追いかけていきます。やっぱり浜田さん、やりつけないことはやっちゃいけないんですね、はい、テクニックあっても。いや、そう、まあ一般の感覚でそんなに変わらんだろうと思ってもですね、慣れないことをやった瞬間っていうのはスピード鈍るんですよ。いつもの動きじゃないんですよね、何かそこまで作ってきた空間があっという間に崩れてしまうんでしょうね。まあ、そのリズムというのは大切ですね、リズムその感というのがですね。チャンピオンが激しいプレスをかけます。ローラン・ブーデュアニ、まあ、そのスイッチした瞬間で思い出しましたけど、マイク・タイソンに負けた時のフランク・ブルーノもそうだったんですからね、はいはい、左構えになった瞬間に踏み込まれてやられましたけどね、これはブレイクです。挑戦者ジョーンズバテましたね、ちょっと失速してきました。第6ラウンドに入っています。長身の193センチ、まあ、独特のボクシングスタイルだと思いますけども、小泉さん、このパナマのボクシングとはやっぱり離れたところあるんですか。いえ、パナマのボクシングですか。これはそうですね、そういうボクシングをその教え込みつつあるんですよね。あ、そうなんですか。マネージャーはですね、ルイス・スパーダ、日本で山口健二選手と戦ったカルス・ムリリオンのマネージャーでもありますね、はい、まあ、それの秘蔵っ子なんですけどね、まだボクシングちょっと甘いところありますね。ボディーワークがそれほど得意じゃないんですよ。おっと、左、チャンピオンのブードアニがですね、体重が前に乗ってきましたよね、パンチも生きてきましたね。顔面に打つときは上に打ち上げるような格好になります。ローラン・ブードアニ、身長差は10センチ、それ以上に感じさせます。ボディを打ちます。この辺りは全部ブロックします。チャンピオン、このブロック。第6ラウンド終了です。このラウンドもチャンピオンですね。相手に与えたダメージは上ですね。有効なクリックが多かったです。小泉さんの採点では、序盤3ラウンドまで挑戦者、それから4ラウンドから6ラウンドまで3つのラウンドがブードアニということになります。WBA 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、チャンピオンローラン・ブードアニの2度目の防衛戦をご覧いただいています。挑戦者はこれ指名試合ランキング1位のギジェルモ・ジョーンズ、パナマの選手です。この
のブードアニというのはですね、なかなかそのクレバーなそのボクサーですね。まあ、世界タイトル取ったのはですね、フリオセサルバスケス、皆さんご存知のあの神山選手を破ったバスケスなんですけれど、右アッパー一発でノックアウトしたんですね、ダウンさせたんですね、はい。まあ、その右アッパーの見事なこと、ほとんど 水平にまっすぐ突き出すみたいなアッパーでダウンさせたんですね。あ、そうですか。 WBA 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、ハイライトでお送りしています。ラウンドは10ラウンド目。飛び込んで左フック、まあ、エデル・ジョフレが青木和俊選手左アッパーで、まあ、ダウンさせた時、あのパンチもまっすぐ 出たんですけど、ブードアーニがバスケス倒した右アッパーも本当ストレートを下から出すみたいな、そんなアッパーでダウンさせたんですね。あれ出せるっていうのはよっぽど思い切りが良くて勘がいい証拠ですね。中に入っていきました、ブードアーニ。テープですかね。あ、そうですね。この試合は先ほどからお伝えしているんですが、小泉さん、まあ、ブードアニという選手はフランスのボクシング史としては25人目、はい。まあ、これいろいろ数え方があると言ったんですが、つまりフランス純粋な国内だけの数え方ではないわけですよね。まあ、そうですね。アルジェリア生まれのですね、そのマルセル・セルダンのロベルト・コエンとか、はい、そういう選手を入れるとですね、まあ、当時のフランスの属領であったようなところも入れるとそういう数字になるんですけどね。ですから、実際のフランス純粋の国内という意味では左フック、もう少し数は減ります。ローラン・ブードアニいきなり来ました。まるでタイムが浜田さん解けるのを待っていたようにブードアニ来ましたね。今の休みもチャンピオンの方に有利に見てますよね。あ、リズムが良くなると本当にわからんもんですね。そうですね。まっすぐな松を伸ばしていきました。ちょっと低かったですね。ロブロー左が入りました。注意だけです。挑戦者のジョーンズすれば相手の状態を立たせることを思うといいんですけどね。チャンピオンは調整試合を入れまして2ヶ月ぶりの試合、そして、挑戦者ジョーンズは3ヶ月半ぶりの試合ということになります。ああ、挑戦者左がまた出始めました ね。6ラウンド目あたりちょっと失速、おーと小さなパンチですが、なかなか効果的なパンチを入れ込んでいきます。チャンピオンです。6ラウンドあたりは失速した感が浜さんあったんですけど、ジョーンズ盛り返してきましたね、この10ラウンド。まあ、回復力もある選手かもしれないですね。持続力っていうよりも、ちょっと休んだら最初の30秒ぐらいは動けるとかですね、そういった選手かもしれないですね。もう絶対回復しないという場合の疲れ方もあることはありますけどね。6ラウンド目までブードアニのペースになりかけていたんですが、さっきのテープほどけての休みはジョーンズも休めたということですね。そんな感じですね、はい。まあ、息吹き返してきましたね、はい。まもなくゴングです。第10ラウンド、これゴング、第10ラウンドを終えました。このラウンドは難しいですね。テープほどける前まではですね、そのチャンピオンが結構有効打打ってたんですね、とかその後そのジョーンズが挑戦者の方がですねジャブ使ってペース取り始めましたね。ただ私はチャンピオンのパンチの方が有効だったと思いますね、はい。チャンピオンのポイントにします。そのラウンドちょっと浜田さんの意見も聞いてみたいですね。私はですね、その休憩後のジョーンズのポイントを取ります。あ、やはり割れるんですね。今のラウンドはちょっと難しいラウンドですよ、はい。10ラウンド目終われました。小泉さん、流れの確認なんですが、7、8、9の流れというのはどういう流れだったんでしょうか。まあ、ここはですね、まあ、ジョーンズの方が息を吹き返してきましてね、それでそのポイントを取ってますね。なるほどね。ということはジョーンズが1から3まで、最初取りました。ところが4から6までブードアニが盛り返しまして、そして7、8、9と、
また挑戦者ペース、さらに先ほどご覧いただいた10ラウンド目、非常に難しいラウンドです。挑戦者のジョーンズは、上背はあって懐は深いんですけど、前に出る方が調子はいいですね。今みたいな感じですね。はい、前に出ていくと力発揮しますね。それとやっぱり中盤と、はい、チャンピオンのブートアニが違うところは体が立ってきたんですね。立ってくるとやっぱり相手の左を食ってしまうんですね。やや腰が落ちた感じだと踏み込みができますからね。攻め込まれていました。中盤あたりは失速した感がありました。挑戦者のジョーンズ、特に左打たれた時なんか、ジョーンズの左、のリードジャブなんかでのけぞるところがありますね。ところが7ラウンド目あたりから盛り返してきました。そしてこの、10ラウンド11ラウンド、非常にいい戦いっぷりを見せます。よくそして左が出るようになってますよね、後半に来てね。そうですね、この左の出方も前に出ながらの出方が一番いいですね。ミラパーです。ショートボディも叩きます。ただバテているんですよ、相当ジョーンズは。バテてはいるんですけど、少し休んだら最初の、30秒ないし1分間は力入れて打てるという感じがありますね。はい、ようやく手に入れましたこのランキング1位の座、これが世界初挑戦です。ジェルモ・ジョーンズ、もともとは WBA の1位のラウル・マルケスが王座決定戦で勝ちまして、 IBF チャンピオンになったため自動的にこの1位に昇格してまいりましたジョーンズでありますが、実力はもちろん兼ね備えています。左フック、残り30秒、第11ラウンド。今なんか危ない切り方ではありますけどね、前に出てる分気合入ってますね。4、5、6とですね、挑戦者ちょっと失速しかけたんですけれど、その後やはり生き返ってきましたね。やはり若さですかね。いわゆるシーソーゲームのような感じになっています。ペースを取り合っています。お互いに11ラウンドで終了しました。このラウンドは挑戦者ジョーンズがですね、その手数で抑えたっていう感じがしますね。かなり気合い入っています。体を起こすなと、体前持っていって攻めろっていうことを言ってるんだと思いますね。はい、今の左フックの食い方なんかはいい食い方じゃないんですね。悪い食い方ともないんですけど、ブードアリのもっと体重が乗ってれば危ないパンですよね。両者ともとにかく倒す力を秘めています。 WBA 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、試合はラストラウンドです。試合は競ってますよね。ペースの取り合いです。左カウンター気味、しかしちょっと近すぎたら入り込まれました、チャンピオンのローラン・ブードワニ。最初の3ラウンドその挑戦者が取って、次の3ラウンドチャンピオンが取って、その後の3ラウンドはやや挑戦者優勢なんですけど、その最後の今3ラウンドを迎えてますよね。ここがもうラウンドごとに攻守ところを変えてますよね。ということは浜田さん、はい、この男が左行く、このラウンドはかなり勝負の分かれ目っていうラウンドかもしれませんね。それと最終ラウンド終わるラウンドっていうのはイメージが強いですからね。どっかでチャンピオンイメージ強いところ見せたいところですね。右のストレート伸ばしていきます。あまりこの試合この長いストレートが見られなかったんですが、こう来ましてワンツーを払っていきます。浜さん、このリーチですから綺麗なまっすぐなワンツーを覚えたらすごい破壊力ありますでしょうね。上からどんどん打ち落とされたらなかなか入れる選手はいないということを言いますよね。もちろんそれは打てるんでしょうけれども、このブードワニ相手にはここまではそれほど出すことができませんで来ました。ですけどブードワニ相当相手の手の長さは邪魔になってますよね。はい、そうですね。飛び込んでいきます。ちょっとチャンピオンのブードワニの顔も腫れが目立ってきました。特に左
左の目のあたり腫れが目立っています。ただチャンピオンはもうラストラウンドが勝負だと思って前へ出てですねパンチ出してますね。ああ大変、体を振りながら入っていきました。左をまずヒットさせています。もう少しナックルを変えるともっとダメージあったでしょうけどね。当たり甘いですか。ちょっと甘いですね。あその辺が疲れなんでしょうか。もうラストラウンドまで来ています。右を使いました。いいタイミングの一発は入っていますが決定的な感じにはまだこの挑戦者を捉えることができないんでしょうか。なんでかというと挑戦者の気合が入ってるから打ち消されてしまってるんですね。また右です。いや本当はですねチャンピオンボディもっと攻めたいんですよ、はいはい、この長身の挑戦者のですね、ところ相手は顎が弱いっていうその先入観ありますからね。どうも顔面狙いになってるんですね。また右です。もう今来ましたよ。今来ましたよ。今右ストレート来ましたよ。あそうですか。来ましたよ。バックします。しかし時間が全く足りませんでした。試合終了です。まあ、ラストラウンドも文句ないでしょう。これはチャンピオンのラウンドですね。はい、採点難しいですね。難しいですね。ポイントが行ったり来たり、本当にペースの取り合いが続きました。アルバカーキで行われています。大観衆が詰めかけています。アルバカーキ州立大学アリーナ。まあ、人口およそ30万人の都市なんですけれども、およそこの会場には1万3000を超えるお客さんが集まっています。なんと言いましても皆さんのお目当てはこの後出てきます地元の英雄ジョニー・タピアでありますが、その前かなりクロスな、接戦が展開されました。1ポイント差ですかジョーさんの採点では。そうですね、だから7、8、9をですねジョーンズにつけるとですね115、114なんですけど、クエスチョンマークラウンドがありますね、あの10ラウンド目、はい、だからこれがあるとですね本当にこれどっちへ転んでもおかしくないようなクロスゲームですね。これがアカリエプロモーターですね。背中見えるの、はい、115-114ジョーンズですね。あとの2人のジャッジは114-114、2人が引き分けドローですね。ああ引き分け防衛ですね。今苦い顔を見せましたローラン・ブードワニー。チャンピオンが防衛に成功です。疲れたという表情はジェルモ・ジョーンズ。まあ負けた選手はそうなりますよね。まあしかし本当に僅差だったんですね。2人は差がついてなかったわけですからね。そうですね、2人が114-114ですからね。だから場内のこのブーイングはですね、まあジョーンズの方が攻めてたっていうその全体的な印象なんですかね。ただですねチャンピオンもいいラウンド作ってましたよね。そうですね、まあ、4ラウンド、5ラウンド、6ラウンド、あるいはですねそのラストラウンド、またですねいいパンチ入れてましたよね。はい、まさにシーソーゲームといった試合でした。それでは試合結果を確認しておきましょう。115-114でジョーンズ、114-114と2人がイーブン。ブドゥアニかろうじて2度目の防衛に成功しました。これでチャンピオンの戦績は39戦36勝2敗1引き分けとなりました。はい、ということで挑戦者の KO が19のうち今までですね12も1ラウンド KO があるということで私ちょっと期待してたんですけれどもちょっとダメでしたね。193センチ、はい、ね、残念でしょうね、いやお二方はどういう感想でしょうか。まずはじゃあ浜田さんどうでしょう。私はジョーンズ勝ったかなと思いましたけどね、まあ1ラウンド KO が12回前半、勢いに乗ればもっと強かったでしょうけど、やっぱり失速するところありますよね。まだまだ走り込みして足腰鍛えると私はチャンピオンになれる選手じゃないかなとは思いますけどね。じゃあ小泉さんとはですねジャッジ、スコアシートをちょっと確認しながら喋っていきたいと思いますがお願いします。
スコアシートに行きますとですね、かなりあの、はい、両者のポイントのやり取りが分かると思うんですが、ご覧のようにですね、そうですね、1ラウンドから3ラウンドはですね、これ挑戦者が取ってるんですね。ところが次の3ラウンド4、5、6はですね、これ逆にチャンピオン取ってるんです。で次の3ラウンドこれ挑戦者取ってるんですね。で最後の3ラウンドはですね、もう一進一退乱れてるんですよね、分かれてるんです。あ、そうですね、そこでですね、その3、3、3でその最後のラウンドがこうなってますからね、ええ、やや挑戦者がまあ1ポイント勝ちのした人もいますし、それトータルでその114、114につけたジャッジが2人、まあ、この両者再戦が見たいっていう感じしますね。チャンピオンもいいところ見せましたもん ね。それ検討されたそうですね、再戦させようかというのが。そうですね、ところがですね、ここでそのブドワンにはですね、フェリックス・トリナードとのですね、ビッグマッチが予定されてるんですね。ははー、だから自分としてはその大金の入る試合の方を優先させたい、そのジョーンズとの再戦をその後にしたいと、そういう意向があるんですね。トリニダードはでも YBF のウェルターのチャンピオンですよね。だからここでですね、その、フェリックス・トリニダードが WBC のジュニアミドルを取って、はい、それから後と、だからそういう遠大な構想があるんですね。楽しみです。そうですね、こちらも、はい、はい、以上 WBA 世界ジュニアミドル級タイトルマッチをご覧いただきました。